さあセミファイナル70キログラムファイトです。中村さん、はい、このアサミザウルスがとにかくユウヤと戦いたいという思いぶつけてきましたね。そうですね、記者会見だったり発言見てても本当にこうユウヤ選手のことを、まあ、尊敬してるっていうことを自分でもすごくアピールしたので、まあ、本当に念願の試合、自分にとって特別な試合っていうのはアサミ選手にとってはすごく感慨深いところあるんじゃないかなと思いますね。パンチからもう着替えが見えてきます。グリーンのトランクス、アサミです。まあ、試合っていう部分に関して言えばやっぱりアサミ選手は今までこうどんどん自分から前に出てプレッシャーかけて前に出続けて、それが通用すれば勝つ、できなかったら負けるみたいな試合が多かったんですけど、はい、まあ、今回はその前に出るだけじゃない自分を出したいみたいなことを試合の前にも言ってたので、はい、まあ、山本也という相手に対して今の自分を貫くのか、また違う自分を出して戦うのか、その辺がちょっと流れを決めるんじゃないかなと思いますね。対する赤いグローブの優也なんですが、こちらは那代雄二戦終焉戦があって復活をかけるという試合ですね。そうですね、まあ、どういう試合をするかっていうのももちろんなんですけど、結構試合の前日のコメントとか見てても結構今までないような、 なんかちょっと挑発的なこと言ったりとか、ちょっと雰囲気が違ってたので、なんかそれが山本らしくないといえばらしくないですし、でもいい方向に出るのか悪い方向に出るのかはちょっとこの試合見ないと分かんないですよね。ここは今小比類巻選手、はい、もう浅見がガードの上からでも打ち込んでやれというパンチ、パンチがすごい硬いですね。硬い、優也選手よりも硬いですね。そうですか。その拳パンチが得意ということは知られていましたが、浅見選手は正直構えはぐちゃぐちゃなところがあってバランスも崩したりもするんですね。ただ持ってるその拳はすごく硬いものを持ってますね。もうそれで行ってやろうということなんでしょうかね。浅見浅見選手の作戦が出ていけないときは下がって、はい、出ていけないときは下がってっていうヒットアンダーウェイのスタイルをしてますね。でこれ僕が昔2009年山本選手とやった時の作戦と全く同じような形だったんですね。それは気づかなかったですね。意識してなのかどうか。いや確かに中村さん、浅見、はい、今回裏の裏の裏まで書いて対応できるようにしたと話をしていましたけれども、多分自分で距離を取って下がるっていうことなのかもしれないですよね。今まではなんか前に出過ぎてて距離が詰まったりとか、なんか何もしないままロープまで行っちゃったりとか、それがちょっともったいないかなと思ったんですけど、はい、今日はいい感じにこの前に出るところとメリハリがありますよね。でパンチをこれ食らってますよね、優也。ちょっとここ最近の優也選手がこの相手のパンチもらってブロックさんは固まったりとかまっすぐ下がったりとか、はい、それがちょっと気になるところでもあるので、ちょっとやっぱどうしても危ないと思っちゃいますよね。浅見選手はこの試合にものすごくかけてきてると思うんですよ。もうこういう目を持った選手ってのは非常に危ないんですよね。もう食ってやろうという、そしてなんといっても憧れの存在山本優也。となると中村さん、第2ラウンド気になりますね。はい、そうですね、逆に浅見選手の方としては事前に考えてたことがバッチリハマったっていう手応えもあるでしょうから、どんどんもっと2ラウンド動き良くなるかもしれないですよね。いけると踏めば、はい、またその力、左トリッキーにさらにミドルキック、早い優也。多分こう1ラウンド戦って幻想みたいなものもなくなったと思うんで、浅見選手の方には、もっともっと自分の力を出していくんじゃないですかね。いけるんだと、はい、そして自分を信じることがさらにできたか。アサミザウルス、グリーンのトランクスです。前蹴り強いユウヤ。さあこうなってくると小比類巻選手、今度はユウヤが何を見せてくるかですね。はい、ユウヤ選手はアサミ選手が前に出てきた、で必ずアサミ選手は下がるんですよね。その下がった時に一緒になって追い詰めていかなければならないんですよ。はい、それを下がらせた場合ではなくて、下がらせてもずっとついていく、はい、そこで打っていく、そうやってプレッシャーを与えていくと浅見選手はどんどん崩れていきますね。でもここは浅見がさらに前進してますね。パンチで顔面へ、右ストレート、頭が後方に大きく流れた。アニメーターも一発、もちろん顔を振って優也の防御もあるんでしょうけれども、小比類巻選手
浅見がさらに打って下がってここでまた前に出てくる、浅見選手プッシュもしっかり使ってるんですよ、はい、打ち終わったプッシュこのプッシュが嫌ですよね、優也選手からすると。優也の動きを止める、そしてまたここで距離を取る。今までは前に出て押すだけみたいなだったんですけど、今日の押しはなんかうまい具合に自分の距離を作ったり防御にも使えているので、いい動きしてますよ今日の浅見選手は。でここは波のように一旦引いて優也が追いかけてきたところ、押して、このプッシュいいですね、よく見ていますね。フィジカル的にもともとすごく強い選手なんで、それをなんかうまく井川さんの戦い方にシフトしてきてますよね。で、ここで追って蹴りが、バックステップもいいですし、この浅見選手のパンチを崩すには優也選手はしっかりとブロックした後に足を崩していかなきゃならないんですよね。足、はい、で結構浅見選手先ほど見てるとインローを蹴られた時にバランス崩しやすいので、まずインローから崩していけば流れは変わってくると思いますね。それを優也が視界に入れているのかどうか。残り30秒を切りました。ここも相手の動きを見てから反撃に転じようというところなのか、下がって自分の位置を作ってからの浅見、さあ左ボディ膝押してから今度は優也、この後も攻めなきゃならないですよね、優也選手は、ただついていくだけじゃなくて出さなきゃダメですね、これまた出さなきゃダメですね。蹴りを一つ出しただけ、逆に浅見はパンチ1、2、3、ここで第2ラウンド終了です。いや、予想を超えるファイト、新たなテクニックを身につけました、青いグローブの浅見ザウルス。憧れのファイターとの対戦です。その相手は山本優也、圧倒的有利と伝えられていた優也を、ここもパンチで浅見です、顔面ボディへの打ち分け。ここも小比類巻選手も必死さプラス自分の戦い方、はい、そうですね、その通りですね、必死さプラスも特に自分のパンチを戦い方をしているっていうことですね、できている、うん、ただ優也選手やっぱりブロックとかしてても決して自分のスタイルが変わらない、はい、しっかりとした構え変わらないんで、やっぱり一流ですよね。追いかけてこの後、普通の選手だったらスタミナ切れたりちょっと崩れたりするんですけど、全くやっぱり優也選手は崩れないで、はい、とにかくペースを掴んでこるんですよ、やっぱりそこはやっぱり素晴らしいですね。そしてまたその精神力、今まで空手でキックボクシングで K-1 で、そしてこのクラッシュで培ってきた、いやでも浅見がやってやるという野心、中村さん、ついえませんね、はい、そうですね、このラウンドも下がらないですし、まあ、やっぱりそんなにこう大きいダメージはないと思うんですけど、やっぱりこう前に出て攻めてるっていう印象は浅見選手の方が強く残りますよね、またその手数、回転力、はい、優也選手はこのプッシュ、このプッシュが相当嫌だと思うので、このプッシュをなんとかしなきゃならないですよね。どうしたらいいんでしょう、やっぱ先に行くことですよね、先に、させる前に、させる前に先にですね、今みたいに先にですね、まだ先に、まだ先に、でもここで半ば強引にでも、掴みに対して口頭注意はあります。浅見、戦局は変わるのかどうか、変えることができるのか、優也追いかける。優也選手はこの70キロ、この階級で僕は思ってるんですけども、一番スタミナは一番あると思ってますね、はい、対しての浅見、はい、普通にこのペースであんな綺麗な蹴りとか、なかなか蹴れる選手本当はいないと思います。そこに右ストレート、またそれに引かない浅見、得意の乱戦模様に、中村さんもうここも持ち込んでいるんじゃないですか、はい、そうですね、やっぱり優也選手はもう少しこうクリーンヒットというか、やっぱなんかどうしてもこう浅見選手が最後打ち勝ってるような感じがしますよね、もうこれ相撲のようにプッシュ争いをしなきゃならないんですよ、で優也選手もこの押しの強さを負けないようにしていかないと、どんどんペースやられてしまうので、先に行くかプッシュされたらプッシュをさらに押し返すような、そういった気持ちでいかなければなりませんね。あ
でも残り時間が少ない。あと10秒フックの打ち合い。アサミはもう乱れ打ちというところ。蹴りで飛び込むユウヤ。時間がない、なんとかしたい。しかしここで試合終了。やったぜというアサミ。中村さんいかがでしたか。はい、まあ、やっぱりアサミ選手が試合前に言ってた通り、試合展開という部分に関しては本当に考えて山本ユウヤ攻略法を、自分のできる攻略法を3ラウンド貫いたかなと思いますね。いや、こちらユウヤの方は前に出ます、絶対に勝ちますという宣言があったんですが、それを見せることは終始できなかった。さあ判定の発表です。ジャッジは30対28、青アサミ2ポイント差。アサミジャッジプレーが30対28、青アサミ勝ったのはアサミザウルス。お仕事をやってのけたアサミザウルスです。戦ってくれてありがとうございました。ずっとこれからも僕の目標です。